市市市市場場場場中卸卸卸売売売とはののうち卸売市場法第3章の規定に基づいて国すなわち農林水産大臣が認定、監督し、公述する条件を満たす地方公共団体が開設するものを言う。一方、同法第4章に基づいて地方すなわち都道府県知事が認定、監督をするものは地方卸売市場という。 生鮮食料品等の流通及び消費上を特に重要な都市及びその周辺の地域における生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための生鮮食料品等の卸売りの中核的拠点となるとともに当該地域外の広域にわたる生鮮食料品等の流通の改善にも資するものとして地方公共団体等が農林水産大臣の認可を受けて開設される 卸売市場を言う。解説者となれるのは、都道府県人口20万人以上の市、またはこれらが加入する一部事務組合もしくは広域連合である。1927年12月に京都市中央卸売市場第一市場が全国初の中央卸売市場として開設されたのを皮切りに各地で開設、認定されていった。近年、大規模、 スーパーマーケットチェーンの出店拡大や冷凍魚の普及などの食品流通形態の変化により生鮮品の市場通貨率は減少傾向にある。これに加えて地方人口の減少や公共事業の見直しなどの観点から農林水産省では第10次卸売市場整備基本方針を策定し再編を促している。これに基づいて各地の中央卸売市場は 地方を売市場に転換したり、統合集約が進んでいる。2008年時点で52都市82市場、2011年4月1日時点でも44都市に72市場があったものが、2020年10月現在では40都府県市が開設する64市場に集約されている。また、 全国の中央路修理市場の取扱い高も1993年度の6兆4400億円をピークとして2019年度時点では3兆5800億円とおよそ半分程度まで減少している。ありがとうございます。